S-160 型ロケット S-160JA-1S-160、JA、ロケットは東京大学宇宙航空研究所が開発した観測用の単弾式固体燃料ロケットである MT-135 ロケットを大型化することでプロトタイプである PT-160 を経て開発された他に M-4S ロケット開発時に 予備試験機として用いられたものや南極で用いられたものなどのバリエーションが存在する S-160 のプロトタイプ MT-135 を大型高を性能化したものである1964年7月28日に1機が打ち上げられた2段構成の M-4S ロケットの予備試験機スピン安定特性の試験に用いられた1号機は 上段がダミーでスピンモーターによってスピンがかけられた。2号機は上段にも装薬されており、8枚のガイドベインによってスピンを発生させる。どちらも K1 レースの掃除型を成している。1965年7月21日に2機が打ち上げられた。一段構成の M-4S ロケットの予備試験機。補助ブースターの試験に用いられた。 直径7 0ト、mm、ルの補助ブースター4本が取り付けられている。1号機はメインブースターがダミーであり、2号機では装薬されている。どちらもダミーウェイトによって重心位置が M-4S ロケットと同様になっている。1965年8月25日に2機が打ち上げられた。一段構成の M-4S ロケットの予備試験機。搭載した。 デスピンモーターによるスピン停止試験が行われた。1965年11月1日に1機が打ち上げられた。1966年4月25日から1969年8月25日までに3機が打ち上げられた。2号機ではイオン密度の測定が行われた。1967年1月24日に1機が打ち上げられ。 大気電気の測定が行われた。二段構成の M-4S ロケットの予備試験機。計 100mm でダミーの第三段を上段に備えている。フレアの空力安定特性試験に用いられた。外観は第一段切り離し後の M-4S ロケットと掃除型をなす。1968年9月10日に2機が打ち上げられた。 一段構成の M-4S ロケットの予備試験機。水力中断装置の機能試験に用いられた。1968年9月12日に1機が打ち上げられた。直径 160mm のモーターを持つ標準的な観測ロケットとして用いられた。1968年から1972年までに、鹿児島宇宙空間観測所において4機が、 打ち上げられた。S-160 の水薬を、対低温特性の良い、ポリブタジエン系コンポジット水薬へ変更する、ことによって、南極仕様にしたもの。オーロラの解明を目的として、第11次南極観測隊から第13次南極観測隊の間において用いられ、昭和基地から4機が打ち上げられた。ありがとうございます。